残り10日10日ってこと？10日だ。そう。10日だ。10日だ。10日。10日か。10。と。やっといきますよ。ちなみにね、今日ワクチン受けてて、うん、2回目の、はいはい、もう左腕がパンパンに痛いっていうことだけは、うん、そんなアクション性はないとは、なんか、うん、ダビデを連打しろとかない、そういうのはないそんなもうねないそれはない、それはないんだ。いやもうちょっと、もうやっていきますか。いきますか。タイトルが、はい、このね、いつものクソみたいなこの最初のオープニングタイトルどこがクソじゃんこの黒背景に白文字っていつものね、はい、ね、ハッシュタグついてますか、これ、はい、ハッシュタグペイントさんの誕生日会2021ともうとりあえずやってみるか。これだけじゃ何もわかんないもんね。はいはい。え、10月7日23時59分ペイントタク7日。はぁ、いや、ごめんなさい、ごめんなさい、7日です。ここの話はまだ、まだこのゲーム、何も終わってないのに。全然関係ないところです。触ってしまったから。まだ何も始まってないんだよ、このゲーム。おめでたい日だからね。そう。まだ何も始まってない、このゲーム。始まってないから。うん、始まってないです。1ヶ月脱出ゲーム。今回、プレイヤーは僕なんですけど。はい、お願いします。この3人にですね。はい。脱出ゲームの、まあ、ヒントっていうか答えをね日常生活に潜めていただく、はい、うん、これはですね、やっぱ死神くんといえば、うん、もう右か左かどっち選ぶって言われた時に、はい、こいつは必ず左を選ぶんですよだから死神くんは左だっていうのと、はい、僕のですね、2月2日の、メモによりますと、はい、死神左、虎蔵右、クロナーさん右と書いてあります。おそれどういうメモなんですか？え、これはヒントだろうってまず9番、はい、残り23日多いな、多いな。で、8番、はい、残り18日だ。え、少ねえ、こんな少なかったんだ。いやいやいや、食べちゃいけない。そして6番、残り15日、半分と言いたいところなんだが、はい、ゴルゴン様から指示があった。はい、お前の残り日数は残り20日だ。えめちゃめちゃ回復してる。20日って何日？22日。リアクションがぐちゃぐちゃになっちゃったじゃない。ちょっとごめんごめん、ワンクッション入っちゃった。なんかね、今10日かと思って10日そう、あ、10日ね、そう、10日だ。どうした8番。いや、ちゃんと数字って回らないと分かんないですよ、監視ちゃんと言ってるんよ数字残り12日で、6番が残り17。はいはい、8番は勝手に出歩いた罰だって。え？残り10日10日ってこと？10日だ。そう、10日だ。10日だ。10日。10日か。10。と。10日が10っていうのは分かんない。とっていうのは違う。もう飛んだ人よ、それは。それでは日数を減らしていくんだが、さっき6番から聞いた。日数の回復があるみたいだな。なるほど。じゃあ先に8番からやるか。まず、3日回復させるとのことだから、9日になって残り8日だ。8日。で、9番も残り8日だ。8日。8日だ。8日横にすると無限だー。バラ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 。おい、やべえ、著作権的に危ないぞ。待って、本がある、本。そうだ、はい、天8、2月8日、晴れ、ラッキーカラー、青、すべてがうまくいく一日となるでしょう。
天気、曇りのち晴れ、ラッキーカラー青。最初はうまくいくも、後半は災難が続くでしょう。7月9日。はい。一番最初の頃の方にラッキーカラーの話あったよね。あった！あったわ。もう一回確認させてくれ。今の期間中は今日の天気みたいにギラギラだ。天気、晴れだもんな。青って書いてあるんだよ。でも2月8日なんだよ。はいはいはい。2月8日紫はその天気のことについては書いてない。天気は紫の天気は8月6日の曇りのち雨、はい、え、もしかしたらこっちが後なのかもしれないな。例えばこの2月8日って結構前だもんね。そうですね、まあ、日付的に言ったらマイクラ脱獄4死神エディションイエーイ52番取らぞ。言いにくいな。前の処刑日数は残り30日だ、入れ。はい、俺じゃねえんだ。囚人番号9番、クロノア30日だ、入れ。さあ囚人番号8番、お前の処刑日数は残り10日だ。待って、もうすでに待って、もうすでにここなんか始まってるなこれ。忘れているかもしれないから、お前らの罪状を改めて教えてやろう。さあ8番、お前はなんとなくだ、はい、なんでだよ。なんとなくで10日にすんなお前。そうだ、はい、52番、お前そういえば噂によるとだな、はあ、他の世界線では監視として随分と偉そうにこう6番に対していじめを行っていたそうじゃないか。いじめ、あ、まあ、いや、なんか、あ、どうだろうな、頭の片隅になんか、あ、なんか、そうだろ、バカだな、6番っていう、なんか、あ、よし、お前は、はい、罰として、うん、マイナス20日だ。20日。あ、だから、あ、なるほどね。20日、よし、マイナス20日だ。20日って何？20か、10日になっちゃったよ。お前はバカ。ただのバカ。いい加減覚えよ、その。間違っても脱獄なんて考えるなよ。考えないですよ。するわけないじゃないですか、もう。バカかよ。なんだなんだなんだ。そういえば日数減らしてなかったな、そういえば。そうだね。そうだな。27だ、ね、9番。お前が？あ、そっか、マイナス3日ですね。確かに。7日だ、残り。なるほど。俺もじゃあ7日ですかね。6日だ。なんかあったんだろうね、1日ね。あいつ、俺何もしてないんだぞ、特に。なんかあったね。じゃあ迎えに来るから。個人的に殺したいだけだろ。おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。よし、みんな。6日ってわかる？ちゃんと。6だろ？あ、お、覚えたやん。第2回確率マラソン。今回の始まりは前回の最後。うん。鳥4匹からです。まあ、でも、はい、正直。はいはいはい。この鳥の召喚、ペイントの犬召喚より早かったんじゃないかっていう説があるからね。そうですね。これだから、だから最初なんですよ、これ。舐めてもらっちゃ困りますよ。これ一応確率 0.39% ですからね。はい。もしかしてこれを基準に向こうはより難しい確率ってこと？まあ説明していきましょう。まあこれが 0.39 ですか、死神さん。はい、0.39 です。まあこれでも何回も挑戦できるんで。あ、サンキューね。3月9日。やばい、ここの方言いそうになっちゃった。3月9日ね。ビジネスネタな。